さて、サークル&系キャストの中でロールピッチというね、類のキャスティングをやっていこうかなと思います。ロールピッチというのはですね、まあ、サークル&系キャストがサイドハンドポジションもしくはバックハンドポジションでのキャスティングをキャスティングで、まあ、ルアーの遠心力を利用したキャストだったわけなんですけども、ロールピッチっていうのは竿を真正面に構えた状態で真正面に回転させてルアーを飛ばす、これがロールピッチです、ね、これもサークルハンドケーキャストと同じように竿が硬い、ルアーが軽い、竿の反発を利用しづらいタックルセッティングの時にまあ飛ばそうぜっていう、そういうタックルになるわけですね。逆に言えば竿が曲がるようなタックルでこのロールピッチやっても飛距離も出ないし精度も上がらないし、つうかむしろバックラッシュするからあんまりおすすめではないです、ね、前に振ってやってその遠心力を利用して前に飛ばしてる、ね、慣れてきたら勢いをつけてやるんですね。こんなふうにで、ルアーの垂らしはだいたい竿半分ぐらいだからこれぐらいですかね、1メーターぐらいかな。長すぎても短すぎてもやりづらいです。まあ短すぎるよりかは長い方がいいかなって感じですね。で、竿が硬くなればなるほど垂らしは長くした方がやりやすいです、ね、こんな感じ。ちょっとこれ竿が柔らかいからやりづらいですね。で、ロールピッチの時はなんていうか、こう外回しと内回し、まあいわゆるこれが竿だとしたら、こうルアーを回転させるのか、こうルアーを回転させるのかによってやっぱちょっと違うと思うんですけど、多分精度が上がるのは内回し、まっすぐ回転させられるって、勢いがつくのは外回しだと思います。僕はねあんまり精度を気にしてないんで、ロールピッチでやるときはだから外回しでやることが多いですね。というのもちょっとティップがですね、ティップ部分、よしよし、このティップ部分がですね、内回しの場合だとラインがこういうふうにね引っかかるんですよ。だから滑りのいいティップガイドを使ってないとここでバックラッシュしちゃうんです。外回しはどんなガイドでもこんなふうにね引っかからないから、僕はね結構外回しを多用してます。そんな感じかな。